ご来場くださいまして誠にありがとうございます。ただいまより劇団武蔵野座によります第47回公演日本のネジを上演いたします。開演に先立ちましてお客様にお願い申し上げます。上演中のフラッシュ撮影はご遠慮願います。携帯電話はマナーモードにするか電源をお切りください。また演出上の効果のため上口の誘導灯は消灯いたしますが非常時には点灯いたしますのでご安心くださいませ。まもなく開演いたします。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。あれ以来ですよね、吉田の。そうですね。もう1年くらい前ですよね。ああ、あれってもうそんなに前でしたっけ。ああ、もうそんなか。ええ。そっか。そっか。出会わなければよかったのに。出会わなければよかったのに。私は渋谷まで行くつもりだ。あいつどこで降りるんだろう。どこで降りるんだ。あ、開きましたよ。座ってください。大丈夫ですよ。ほら、僕荷物軽いんで。あ、僕も電車では座らないことにしてるんで。目の前の席、たった一席譲り合い、ま、暇ずい今、ま、最近吉田に会いました。え、あ、春に何かで会いましたけど。あ、そうなんですか。あ、会いました。あ、いや僕最近会ってないんですよ。共通の友人の話終了。家どこなんですか。吉祥寺です。あ、だから井の頭線。ええ、僕 A 服なんですよ。え、ああ、もう長いんですか。ええ、もう7年かそれぐらいは。ああ、じゃあね、どっかで会ってるかもしれないですね。あ、ええ、家どこ話終了。どこまで行くんですか。行き先が被るとまずい。
どこまでですか？質問返し。僕は品川の方に。方にの行き先をぼかす。僕は恵比寿の方に。方にとつけても恵比寿は恵比寿。方にとつけても恵比寿は恵比寿。渋谷で降りても山手線で同じ方向。神山、なんとか会話を持たせたまえ。前より大きくなってません？いやいやいや、変わんないっすよ。なんかなった気がするんだけどな。だとしたらやばいでしょ。中野さんが縮んだんじゃないですか？それもやばいでしょ。つなぐためだけの無意味な状態。はい、と笑い。今、仕事何やってるんですか？今、してないんですよ。クビになっちゃって。じゃあ、僕スイカ切れてるんで、チャージするんで。考えていたのだ。作戦を。チャージはしてあるのに。していないことにして。ここでうまく別れる作戦。それじゃあ。じゃあ、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。仕事などしてないのに。でも疲れたのは事実。一人、たった一人の山手線。たった一人の山手線。電車が出発しない。なぜだ、なぜだ、なぜだ。人身事故だ。そして電車は出発する。ガタンゴトン、ガタンゴトン、エビス、エビス、ガタンゴトン、ガタンゴトン。新宿、代々木、原宿、渋谷、エビス、五反田、次は五反田でございます。お客様、切符を拝見いたします。お客様、切符を拝見いたします。そっちの車両に行ってはいけない。ダメだ。神よ、なんといたずらな神の子を使わした。じゃなかったんですか？ああ、バレたー！バレたー！カリオ、この2人を助けたまえ！新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、五反田。帰れ。どうぞお帰りください。どうぞお帰りください。いたずらな神の子よ。あ、そういえば僕最近中野さんの夢を見たんですよ。え、僕の？ええ、中野さんのことを殺しちゃう夢で。え？中学の同級生かなんかと集団でボコボコにして殺しちゃって、
やべえってなるんですけど、とりあえず黙って隠してこうぜって夢なんですよ。なんかすごい後味悪い夢で。神よ、どうしてこんなことを言ってしまったんだろう。それじゃあ、じゃあどうも、お疲れ様です。お疲れ様です。仕事などしていないのですか。自由席。清水さんは。ええ、僕も。神は死んだのか。品川、新横浜、小田会話のない新幹線、こんなに遅かったか新幹線。なんと不自由な自由席。帰ろう。もうこんな時間か。3人とも今日はありがとう。広明からまだ何の連絡もないけれども、あとは女房と2人でますから、そろそろいいよ。あ、でもけどいいのよ、本当に疲れたでしょ。でもどうする。あ、俺もうちょっと痛いわ。私もだよな。あの、もし迷惑でなかったらでいいんですが、もう少しいさせてもらってもいいですか。今帰ってもなあ、うん、今広明のためにできることといったら待つことぐらいなんで。まあ気持ちはありがたいんだが、明日も早いんだろ、終電もあるしさ。そういうことだったら私が車で送るわよ。いいのか、としも。うん、3人ともそんな遠くじゃないんでしょ。はい。だったら私明日も休みだし。悪いな、としも。うん、すいません、すいません。はあ、広明はいい友達持ったわね。うん。けどみんなにこんなに心配かけて、広明どうしちゃったのかしら。じゃあ母さん、何か夕食。あ、
いいです、いいです。あ、いや、でも、いや、そういうつもりじゃないんで。だって晩ご飯は何も食べていないんだろ。あ、いや、でも正直ちょっと喉通りそうにないっていう。大丈夫だよ、ひろあきだって何かしら食べてる。じゃあ、じゃあ母さん、何か出前でも。あなた、出前でいい？何にします？いや、任せる。じゃあ、中華取るわね。ああ、そうね。この時間でもやってるところがあるんで。あの、ん？中華じゃなくてもいいですか？あ、中華じゃなくても、僕、昼中華だったんで。中華じゃなくても？いやいや、いいんだよ、としこ。中華だとなんかまずいの？すみません。いやいや、いいって、いいって、いいって。あるよな。昼も夜も中華だもんな。わかるよ、ね。じゃあ、母さん。中華やめて、なんか他のにしよう。なんか他あるかな。でも、この時間だとお蕎麦屋さんは。もう終わってるよ。終わってるし。あ、ピザならやってるみたいだけど、ピザでもいい？ピザなら。ピザならいいって。じゃあ、おばさんよくわからないから、見て決めてちょうだい。どうしようか、ねえ、どうしようか。適当でいいよ。でも俺ピザ頼むのすげえ久々だな。だよね、食わないよね。食わない。食わないよ。ピザやばい。あ、そう。これは？あ、生ハムな。ダメ？ダメ？いやいや、ダメじゃないけど、とりあえずこれキープにしとかない？あ、そうだね。じゃあ、これキープで。うん。最近の生地も選べんだね。そうなんだよ。お、これソーセージ入ってんじゃん。迷うな。うん。これは？ああ、俺せっかくだから食べたことないやつ食べたいな。これとかいいんじゃない？これ？これ？オーソドックスだな。オーソドックスすぎるか。それやばい。ゲロやばい。じゃあこれでいいんじゃね？いや、さっきのとこれもキープにしてさ。ああ。照り焼きチキンっていうのが。ああ、いいね。決まらない？いいえ、決まらない。あ、じゃあどうしようか。どうしようか。あ、じゃあせーので。わかった。せーの、これ。おお、すげえ。一緒じゃん。すげえな。悩まなくてよかったんじゃん。すげえ。やーべ。俺ちょっと迷ったんだよ。ああ決まりました。うん、どれにしたの？これです。うん、母さん、どれにしたの？これ。うん、どれにしたの？うん、じゃあおばさん電話かけちゃうわね。あ、もしもし、ピザの注文したいんですけど。はい、クリームチーズと生ハムのピザを一つ。はい、あ、M と L？ サイズはどうする？ M と L があるみたいだけど。じゃあ L で。 L で。じゃあ L でお願いします。はい、川端です。月ヶ丘 3-22 グランドハイツ林305です。あ、305ですけど1階なんで気をつけてお願いします。あ、お茶。ああ。みんなもお茶でいい？母さん、聞いちゃダメだ。そう。
しかし、広明のやつどうしちゃったんだろうな。私は警察に届けた方がいいと思うよ。うん、今日3人ともずっと一緒にいたんでしょ。はい、はい。ちゃんと本当に探したの？いや、とし子、本当すいませんけど、どこ探しても見当たらなくて、改めて自然の偉大さを感じています。自然の偉大さ？あ、いえ、まあ、けど神隠しにあったみたいに消えちゃったっていうのは本当で、僕らも必死に探したんですけど見つからなかったんで、僕らは全然悪くないです。あ、そうか。でもよかったわ、みんながいてくれてね。うん、二人だけだと気がおかしくなっちゃいそうよ。とし子さんもありがとう。うん、やっぱり持つべきものは友達だわね。ね、三人はいつの友達なの？ボーイスカウトの先輩後輩。あ、土井くんは高校のクラスも一緒だもんね。あ、はい。じゃあこれ覚えてる？え？この椅子。椅子？これ。あ、ちょっとわかんないです。わからない？これ高校の技術の授業で作ったでしょ？ああ、はい、はい、おばさん今でも気に入って台所で使ってるの。これ折りたたみ式のやつですよね。そう。あ、何やってんの？すいません。いいのよ。ここね、取れやすくなってるのよ。ね、お父さん。そうだな。とし子さんも怒らないで。でも不吉でしょ。不吉とか言わないでよ。だってじゃないわよ。不吉とか言わないでよ。誰も不吉だなんて思ってないんだから。不吉とか言うから不吉になるんじゃない。けどね。いいから黙ってて。ごめんね、気にしなくていいからね。すいません、不吉なことして。だから不吉でもって言ってるでしょ。脱ぎなさいよ。ちょっと脱ぎなさいよ。姉さん、やめて。落ち着けよ。母さん、もうやだ。俺たちが落ち着かないでどうする。ごめんなさい、取り乱しちゃった。ピザは遅いのね。ああ、遅いな。土曜の夜だから店がごった返してるんだ。何食べた？はい。あ、いや、昼間ひろあきと中華何食べたのかなって。あ、餃子とチャーハンです。でしょ、だいたいそんなもんよね。麺類は？食べてないです。でしょ、だったらさ、夜は担々麺とかエビチリとかさ、中華だっていろいろあるんだからさ。とし子さん、中華が良かったの？いや、そういうわけじゃないけど、私は昼でも夜でも中華行けるからね。中華が良かったの？そういうわけじゃなくて、中華だっていろいろあるからさ。別にいいじゃないか、とし子。そうだけどね。それに年明けだって昼中華だったらピザで良かったよ。そうよ、正解よ、正解。佐々木君、ピザで正解よ。ああ、ピザだって広明喜ぶぞ。ほらほら。大丈夫だ。ああ、私広明にもう一回電話かけてみます。なんでこんなに音が大きいの？どこにいても聞こえるようにって音量を大きくしたのに。そりゃそうだけどさ。ねえ、出てよ、早く出てよ。もしもし。もしもし。もしもし、ひろあきか。春山です。なんで君が？ひろあきくん、自宅に戻ってるかと思いまして。ここが自宅だよ。私のかけた番号は5426の3216。ここだよ。やだー。
ピザハッピーでーす。あれ、こんばんは。ピザハッピーでーす。いませんか。なんだ、いるじゃないですか。もう305、1階にあるんですね。3階まで行っちゃいましたよ。304まで3階にあるんですね。もう外びし、もうびしょびしょだし。あ、でもピザはカラカラ。ハッピーですか。あれなんか泣いてます。え、これピザ置いてさっさと帰れですね。3200万円になりますって。3200円のことですから。分かってるわよ。余生のお預かりです。じゃあほら、みんな食べなさい。遠慮しないで。温かいスープですね。あ、そうそう、それ熱いうちに食べた方がハッピーですよ。あ、じゃあ いただきます。あ、違う。え、本当だ、違うんですよ。どうしたの。僕ら生ハムのやつ頼んだじゃないですか。え、そうね。けどこれエビとかイカとか入ってるんですよ。本当だ、これシーフードミックスだ。すいません、あのすぐお取り返しますんで40分ほどいただいちゃいますけど。40分。はい、あ、いいです、いいです。おばさん、僕らこれで。え、よくないでしょ。いえ、全然腹の足しにはなるんで。いいんだ。はい。なんだよ、せっかく生ハムの中になってたのに。あの、変えてもらってもいいですか。え、え、僕、魚介類全部ダメなんですよ。エビとかイカとか。だから変えてもらってもいいですか。でも、40分かかっちゃうよ。もう我慢します。じゃあ。やっぱ待てねえかな。中華にしとけばよかったよな。帰れ、3人とも帰れ。何度先か聞いてれば。君たちは広明が帰ってくるのを待ってるんだろ。広明が戻ってくるのを待ってるんだろう。なのに飯にはこだわる。今食うか。何を考えてるんだ君たちは。少しは君たちにも責任というものがあるだろう。お父さん、本当にちゃんと探したのか。探しました、それは本当に。でもどこ探しても見つからなくて、改めて今自然の偉大さを感じています。はい、帰ってくれ。まったく。父さん、どこ行くの。タバコ買って。あ、タバコならありますけど。兄さん、秋代兄さん、ごめんね、みんなお父さん苛立ってるから。あ、食べて。そうね、どうぞ食べて。さっさと食べちゃいなさい。じゃあ、すいません、あのお皿もらってもいいですか。あとおしぼりも。帰れ、帰ってちょうだい。もう本当に帰ってちょうだい。もうピザ持って帰っていいから帰ってちょうだい。はい、ほらもう帰って、ほらさっさと帰って、もう帰って、帰ってちょうだい。あの、車お願いします。歩いて帰れ、歩いて。Thank you.
会議だな。会議中、一日中タバコ吸えないと頭回転しないですよね。吸ってても回転してませんでしたよ。きついこと言うなぁ。いつから吸えなくなったんだっけ。牧野さんが来てからですよ。ああ、そうでしたっけ。タバコ吸ってるとね、アルツハイマーになる確率が3分の1以下になるらしいですね。おお、それ牧野さんに言ってみましょうよ。いや、言っても無駄ですよ。牧野さんの席、ここでいいですか。いや、照明はやめましょうよ。あの人のあの顔見ながら会議をするのはちょっと嫌です。そうですか。じゃあ、ここにしておこう。ナキさん。はい。トイレの花子さん、枯れてますよ。普通に花って言ってくださいよ。はい。おかしいな、今朝変えたばっかりなんだけどな。そう、わかりました、後でやっときます。あ、それからね、はい、コーヒーが届いてると思うの、見てきて。はい。コピー6部でいいんですよね。さっき言ったじゃないですか、今日田代さん来れないって。じゃあ5部でいいですね。はい。今日の資料ですか。ええ、見ます。見ますよ、当然見ますか。ええ、またあの犬入ってきたみたいですよ。またですか。ええ、どっから入ってくるんですかね。コーヒー届いてませんよ。え、おかしいわね。資料は配り終えましたか。はい。それでは始めましょうか。はい。先日の原子炉の配管の破断事故についての中間報告を久保井さんお願いします。はい。先日の配管の破断事故によって非常用炉心冷却装置のうち高圧注入系が動作しない状態になったわけですが、炉心装置は多重防護となっており、今回の破断が直ちに重大な事態につながるものではないとはいえ、安全系に連なる事故として重大に受け止めたいと思っております。続いて我々職員の対応についての報告をお願いします。ご報告申し上げます。原子炉水漏洩に関する事項など一部に情報伝達の遅れがありましたが、積極的な情報公開姿勢により全体としては評価できるものだったと考えられます。事故究明体制はおおむね問題ないが、できる限り早急に行うことが必要だと考えられます。施設内に入り込んでくる犬についての報告を勅使河原さん。はい。かなり大きめの仕掛けと考えられます。近隣対策について夏さん。はい。現在のところ大きな風評被害もなく落ち着いていますが、引き続き努力の方を続けていきたいと考えています。そこで先日公募した原子力発電イメージアップ兵庫作品がいくつか届いていますので、早速ここで選考の方を行いたいと考えております。お願いします。よろしいですか。どうぞ。アトム君、原子力から生まれたよ。子供っぽいよね。子供でしょう。ああ、子供か。腹子じゃないよ、原子だよ。原子を腹子と呼んだんですね。字は違うわよ。字一緒ですよ。一緒です。原子力、いつやるの。今でしょ。なんか素人が考えそうなことですね。以上、3通。原子力、いつやるの。今でしょっていうの、なんか勢いがあっていいよね。勢いはあるけど、なんか浅はかでしょ。そうかな。まあ、無難なところでさ、アトム君、今日も一日ご苦労さんですかね。あったわ、そんなの。原子力から生まれたようでしょう。ないじゃないか、そんなのは。一回で覚えられないんじゃ、もうこれはないですね。そうなると、腹子しかないですね。腹子でしょ。ダメでしょ。いや、原子力いつやる。今でしょ。いや、時代の流れがそういうふうになってるんですから。いや、ちょっと待ってください。無理にその中から選ばなくても。牧野さん、ちょいわる発電っていうのはどうでしょう。はぁ、すいませんでした。ちょいわる発電、すいませんでした。
あの、もう少し待ってみます。あのどうしたの、おばちゃん。失礼します。あの、命ませんでした。いや、犬はこっちには来てないよ。ああ、タズロさん、かまれたんだわ。戻って会議戻って席について。では続いての議題、先日の市民ワクワクフェスティバルの原子力発電ブースで行った原子力発電イメージアップ PR 運動についての地域住民の皆さんからのアンケートの集計結果です。ではまず久保井班の PR 運動から。はい、我々は市民事故のマイナスイメージを払拭し、市民の皆さんに原子力発電を身近に感じていただきたいと考えてパントマイムを行いました。パントマイムやったんですよ。結構盛り上がりましたよ。まあパントマイムつったって自己流だよ。原子力発電の安全性を声高にではなくアピールしてみました。アピール。アピール。パントマイムになるんですか、原子力発電なんか。なんかって言うとあれですけど。ええ、なりますよ。そうかな。やりましょうか。いや、いいよ。やりましょう。やるんか。原子力と火力発電の違いをテーマに、パンパカパンパンパンパンパンパン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 パカパン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 パカパン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 パカパン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 。私たちは親しみやすいイメージを持ってもらいたいと考え、子供からお年寄りまで楽しめるのではないかと考えて、簡単な手品をやってみました。よろしいですか。ほう、ここが原子力発電所か。空気がうまい。あ、どうした。耳が大きくなっちゃった。しかも片方。原子力で耳が大きくなることに不安を感じた。片方の耳というのにリアリティを感じた。以上2通。2通、たった2通。ボン。ああ、耳がこんなところから。もっと上の方が良かったですかね。ダメですよ、変化があるのがおかしいでしょ。いや、牧野さん、表現の自由という言葉をご存知でしょうか。知っていますが、今は使うべき言葉ではないと思いますが。なら結構です。オリジナルでやりなさい、オリジナルで。タズロちゃんが犬を追いかけてきた。ダメ、戻って。アンケート戻って。何やってんですか。あの、私の参加した夜の部のワクワク熱波パレードはアンケートしたんですけど、どうでした。雨でしたけどね、結構盛り上がったんですよ。夜の部も出たんですか。はい、息子と出汁を作りました。楽しいパレードだったが、原発型の出汁が出てきた瞬間に楽しい気分が完全に萎えた。強引に原発の出汁が割り込んできた。社会のルールさえ守れないのか。前の出汁がトロトロ遅かったんです。燃える出汁に我が町の未来を見た気がした。火ついちゃったんですか。雨でしたけどね、ボーボー燃えました。燃える出汁にカーニバルなど盛り上がる職員に狂気を感じた。私は結構盛り上がっちゃったんです。あんたのことだよ。ボン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 。飛行船はどうでした。市上空から全市民にアピールしたと思うんです。ボンボンボン。恐怖に震えた。原発の絵が描かれた飛行船に強い圧力を感じた。我が町に原発は必要かを考えさせられた。何ですかそれは。パントマイムですよ、パントマイム。やっぱり我々がやるんじゃなくて
プロに任せた方が良かったのかな。いやでも楽しかったですよ、この1ヶ月。楽しかったな、うん、楽しい楽しくないじゃないですよ。市民の感情を刺激してどうするんですか。でも発電所の株は上がってると思いますよ。そうなんですか。ええ、近所のスナックで聞いたんですけど、うちはものすごく時給が高いってみんな喜んでます。ええ、うちは高いですよ。危険だということですよ。最近新聞とかコーヒーとか届かないでしょ。ええ、そうなんですよ。どうしてですかね。誰も近寄りたがらないんですよ。ああ、そういうことか。久保井さん、寝てます？起きてますよ。失礼な。いいですか、皆さん。住民は原発を知らないから怖がっているんです。ですから暗黒の内部資料を一気に公開するんです。そうすればこれこれの事故で何人死んだとか克明に伝えれば住民の原発への親しみはぐんぐん湧くのではないでしょうか。ぐんぐん湧きませんよ。暗黒資料、そんな資料はありません。言葉がこぼれたようです。どうしたんだ達郎さん。泣いてるわ。田代さん泣いてる。また行くんでしょう。行きましょうよ。あ、信濃川さん、信濃川さんも先日の市民ワクワクフェスティバルについて何か意見ないですか。あ、松がたええ方かもしれませんが、久保井さんは久保井さんたちで頑張ってたと思います。勅使河原さんたちは勅使河原さんたちでまずく頑張ってたと思います。牧野さん、何してたんですか。ありがとうございます。竹山さん、帰っちゃうんですか。何言ってるんですか。帰りませんよ。これ私の着信です。着信よ。帰ろよ、帰ろよ。息子からでした。息子から、ビクビクするからいけないんですよ。原子力発電は素晴らしいんですから、そのメリットを真正面から言えばいいんですよ。そうですよ、メリットですよ。第一に発電の費用は安い。第二に環境に悪いガスを排出しない。第三に電力の供給の安定です。ただ放射性の廃棄物が生物に深刻な害を与えます。そこにさえ目をつぶれば。夏さん、黙っててください。つまりトータル的に見てトータル。あ、トータル。うるさいな、あんたさっきから。我々だけでも原子力発電の安全性を信じられなくてどうするんですか。牧野さん、我々に任せてください。とりあえず行きましょう。ちょっとあんたたち、あんたたち。牧野さん、あなたね、何も分かってないんだ。そりゃあなた中央から来てここに 2,3 年いてまた中央に戻ればいいけど、私たちはね、ここで生まれてここで生きてここで死ぬんだよ。そんな私たちの一からのメッセージをその目で見て、それからものを言ってくださいよ。昔は大した働き者だったのう。
どうしてあげなバカなところにあげなええ女房が来たもんだ。おい、よひょ。この間の布のことだけどな。布はもうないでや。都様っていけば何百両にもなるぞ。女房にどんどん布を織らせて銭儲けするだ。けれど布を織るたんびに通がどんどん痩せるでよ。何？痩せる？鶴の恩返し。おい、うんず、こりゃひょっとしたらほんまもんだぞ。おい、よひょ、銭儲けだ。もう一丁あの布を折らせてみっか。どうしたの、よひょ。ああ、なんでもねえ。なあ、つう、もう一度だけ布さ折ってけね。あの布、あれはあんたもうおしまいだって約束したのに。だ、そうだか。布はいらねえ。いいわ、もう一枚だけ。ほんまかそら。でも一つだけ約束して。私がこの中にいるのを決して見てはいけないわね。きっとよ。きっと絶対のぞかん。見たいの。いかんいかん、通に怒られる。ちいと見るだけだ。いねえいねえ、いかんいかん。通、おい通、なして黙ってるだ、つ。見たいの。ちょっと見るでよ。原子力発電に対する不安が確信に変わった会社員。鶴が原子力発電を作ったという子供騙しで何を解決するのか。カーテンコールの出演者のやりきった顔の理由がわからない。時間を返してほしい。
大変だね。ラッシーしてみるね。ああ、レッシュベネーズ。もうだってね。ゲッチョプワンゲン。失礼します。ごめんな。アイリッシュ。レイヘッド。ダンプシェン。予算案の資料です。うん。うん。それから今日の午前の予定は9時30分 AKB48 の水野さんの表敬訪問、9時50分春日部経済局長の昇格の内定に伴う閣議決定済みの意思確認と最終確認、10時30分ソマリア沖海賊対策被害対策の対策会議、11時より内閣情報官、11時10分より官房長官も加わる予定です。うん、わかった。うん、どうした？はい。どうして行かないの？はい。いや、はいじゃなくてさ。総理。なんだい？はっきり申し上げます。ある筋の情報によると、総理が覚醒剤をやってるんではないかという噂があるんですが。覚醒剤？はい。誰が？総理が。私が？はい。やってないよ。バカなこと聞くな。そうですか。安心しました。やってないよ。おかしいよ。笑うよ。失礼いたしました。帰りはやらなくていいんだ。しかしこの予算案、野党は納得するかね。え、うん、失礼します。よろしいですか。うん、こんばんは。本日午前の予定は9時30分から AKB48 の水野さんの表敬訪問、9時50分春日部経済局長の昇格の内定に伴う閣議決定済みの意思確認と最終確認、10時30分聞いたよ。え、山賀君から。そうですか、それは失礼しました。うん、総理が覚醒剤をやっているという情報があるのですが。だから聞いたよ。え、もう誰か。うん、さっき山賀君に聞かされたよ。それは申し訳ございません。やってるはずがないだろ。バカなことを聞くな。すいません、失礼しました。お、奨学金の充実か。うん、失礼します。よろしいですか。うん、今日の予定は9時30分 AKB48 の水野さんの表敬訪問、9時50分春日部経済局聞いたよ。山賀君と相模原君から。そうですか。うん、失礼いたしました。総理が覚醒剤をやっているという情報があるんです。君もか、松原君。申し訳ありません。前々から噂はあったのですが、山賀の方からお前からも聞いてほしいと言われまして、申し訳ございません。さっき山賀君たちにも言ったが、やってないよ。まあ仮にやってるとしてもだよ。覚醒剤を使ってまで国民のために働こうという総理は、私は偉いと思う。やっているんですか。いやいや、やってるはずがないだろう。仮の話だよ。失礼いたしました。うん、総理大臣が国民の血税を使って覚醒剤を買う？国民の血税がヤクザの資金になってなんて、これとんでもない話だ。私なら貧しい外国人から買うよ。買うんですか？買うはずがないだろう。ああ、分かったなら早く帰りなさいね。一人になったらやるんですか？一人になったってやらないよ。やりたかったってやらないよ。
やりたいんですか。やる、やりたい、やりたいというのはね、その言葉のリズムで叩けることだ。やらない。ちょっとトイレ行ってこよう。トイレ、ちょっと。なんだ。トイレ行くんですか。なんだ。いえ、頼む、行かせてくれよ。今すぐ行きたいんだ。あ、もう何でもする。早く行かせてくれよ。トイレで何するんですか。トイレで何するって、おしっこで決まってんだろお前。あ、失礼しました。総理。なんだ。ついて行ってもよろしいですか。一人で行きたいんだよ。あ、もうトイレじゃなくたっていい。一人になれるスペースに行きたい。ロッカーでもいい。総理。うん。やるんですか。やるよ。やる。やる。やるんだ。うん。持ってたらやるかもしれないね。けど持ってないんだ。持ってないか。いやいや、私は。ティッシュだよ。ポケットティッシュのことだ。なあ、頼むから早く行かせてくれよ。ダメです。総理が何をするか伺うまで行かせるわけにいきません。なんだよ。え、私はトイレに行きたいだけなんだ。なんでトイレに行きたいんだよ。俺はトイレに行きたいんだよ。そういう、うん、腕をまくって見せてもらえますか。腕打ってくれ。早く打つ。冗談だよ松原君。何を打つって言うんだね。ニンニク注射かい。どっかしない松原君だ。申し訳ございません。私はてっきり、あ、もう我慢できない。え、漏らすよ。漏らすのだけは勘弁してください。トイレ行かせてもらうよ。わかりました、どうぞ。どう思いました。多分だけどあれはやってるな。やってますね。ロッカーに行かせてくれって言ってたよ。どうします。参ったな。掃除職どころじゃないですよ。大スキャンダルですよ。史上初でしょ、覚醒剤辞任は。さすがに国民も怒るんじゃないですか。少しは怒るかもしれないな。でもこれが日本でよかったですよ。シリアとか中国だったらすぐに大暴動になりますよ。あ、麻薬犬は食事中です。ああ、早くしないと総理戻ってくるぞ。そうですね。そこはまだ見ていない。見てくださいよ。あるぞ 90%。 見てくださいよ。大スキャンダルだぞ。あ、これ腕に巻くチューブですよね。やっぱり。あ、でもここに荷造り用って書いてあります。わざわざ書くか。グッドモーニング。総理。そうだよ、そうだよ、総理だよ。おー、目が覚めた。あ、松原君。はい。3日間ぶっ倒して国会をやろう。総理、トイレでやったんですか。やったらしい。やったな。おい、怖い。今のワイプは何ですか。松原君。はい。僕更新するから、君だよ、歌って。キーンってなった。キーン。はい。目。目見て、ほら。はい。目。はい。見えろ。はい。見えた。はい。好き。いや、意味が全くない。総理、苦しい。ああ、むやみによくしいね。ねって言われましても。うわっ。あ、しまった。ワイの時に逃げるやつだった。総理、もう一度お会いお願いします。断る。おい、やった。ちょっと国会に行こう。国会、手を離してください。手を離してください。国会に行こうよ。国会に行くのは勘弁してください。国会はどこだい。国会に行くのだけは勘弁してください。国会は
ここだよ。よー。かっかーい。あーおー、どうしました。ホットラインかけよう。ホットライン。ハロー、ミスターオバマ。ワイ。ワイって。頼むよ。もう一度だけ日本を占領してくださいよ。総理何を言ってるんですか。お願いします。受話器を置いてください。ガチャン。ガチャンって置いてないですよ。ガッチャン。ガッチャンは言ってるだけです。おじいちゃんは。え。おじいちゃん、おじいちゃんそこ。殺者諸君、私はここだ。マサル君。はい。私の胸に大きく的を書いてくれたまえ。あ、どうですか。うわい。AKB48 の水野さんと研究生の優奈さんがお見えになりました。お通ししてよろしいでしょうか。言い訳ないだろう。こんな時に追い返せ、追い返せ。通しなさい。え、どうぞ。ああ、失礼します。失礼します。はじめまして。はじめまして。 AKB48 の水野さんと研究生の優奈さんです。総理、今度の新曲の初めの部分の振り付けをぜひご覧ください。ご覧ください。しかしあれだね、水野君が来てくれたってことはだよ、これからの日本もガシーンだね。ガシーンって。松村君、はい、記者を呼んでくれたわ。記者を呼ぶんですか。何もかも話してしまおう。ちょっと待ってください。記者を呼ぶのだけは勘弁してください。急げ。そうか、記者を呼んできます。あ、松原長官。総理、ワイ、ワイ、今だ。はい。
すごい。なんで俺がこんなこと。いい加減しろもう。うん。え？うん。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 ねえおじいちゃん、どうしてチンチンは二つないの？いいから寝なさいチンチン。いいか、わしが裏の山ででっかいクマに襲われた話をしてやろう。え？気づいた時にはもう遅かった。クマはものすごい勢いでわしに向かってきた。もうダメかと思ったその時、わしは自分を木じゃと思った。木じゃと思った。何の木？何の木って、カエデかクヌギか何でもいい。セキでもいいの。いいよ、何かあったら木になれ。何かあったら木になれ、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 木になれ。うわ、私の結婚披露宴にいらしていただき本当にありがとうございました。いや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 、妻も先生にご出席いただき大変喜んでおりました。それはよかった。君がまた披露宴をするときはいつでも呼んでくれたまえ。はあ、冗談だよ。はあ、なんだ。君は笑わんのかね。すみません、家に帰ったら笑いますので。で、なんだね今日は。あの、実は大変申し上げにくいんですが。構わん、なんでも言いたまえ。実は入ってなかったんです。あ？入ってなかったんです。先生からいただいたご祝儀袋に何も。君はそんな
失礼だよ、また。君は常識というものを知らんのかね。いいか、もしだ、もし仮に祝儀が入っていなかったとしよう、それでも言ってはいけないんだよ。ちっと黙って胸にしまって泣き寝入りする、それが世の暗黙のルールであり常識というものなんだよ。それを無視してしまったら人間関係など簡単に壊れてしまう。失った金は取り返すことができるが、壊れてしまった人間関係は二度と戻ることはできないんだ。違うか。はい。それでもまだ君は金が必要だというのかね。いえ、結婚生活が始まったばかりで、目先の経済状況にとらわれ完全に自分を見失っておりました。たまたま私が寛容な人間だったからよかったものの。すいません、これは失礼いたします。おかげで目が覚めました。うん、ならよかった。しかし気づいたか。と言いますと？入れてないよ。え？言っておくが、私は今まで誰の結婚式でも1円たりとも入れたことがない。なぜですか？待っていたんだよ。今の閉塞した日本を救えるのは君のような常識にこだわらない人間、そういう男をずっと待っていたんだ。そのためあえて私は今まで祝儀を入れてこなかったんだ。この日が来たか、あとこの日が来たか。これから重厚な芝居が始まります。より重厚な場面では重厚の文字が点灯しますので、その演技をご堪能ください。私はいいから座りたまえ。はい。おかん、外してくれ。かしこまりました。いきなりで驚いただろう。はあ。我々のことは知っているかね。いえ、
申し訳ございません。いやいや、無理もない。いずれもこの国を操る黒幕だからな。黒幕？城の内だ。西日本を仕切った。西日本？伊集院だ。東日本を仕切った。東日本？そして二階堂さん、君が知っとるのは表の顔、裏では日本の夜を仕切った。え？日本の夜を仕切っとる。日本の夜？驚くのも無理はない。我々は総理だって今すぐ呼びつけることができる人間なんだよ。信じていないようだね。あ、いえ、日本ってざっくりと仕切られていたんだなって。なんだって？出過ぎたわよ山本君。例えばこれを何だと思うかね。さて、核のボタンだよ。核？日本に核兵器がないというのはもはやおとぎ話。そして発射の権限があるのは我々。発射！ああ、今の方は無礼の神大寺様だよ。待っていたよ。見ての通り神大寺様はご高齢。いずれ神大寺様の後継者となれる人間を探していてね。え、20年後、いや10年後の日本を君に任せたい。神大寺様を継いでこの国を仕切ってくれ。いや、仕切ると言われましても何をしたらよいのか。どうだね、やってくれるかね。そう言われましても、私はただ二階堂先生のご祝儀が空だということを申し上げに来ただけです。あまり買いかぶりすぎなのでは。何度も言うようですが、私はご祝儀が欲しい一心で。そんな風にサリンジャーに食いついた男がおったの。昔の話よ。今ある日米関係の礎ができたのは二階堂さんがサリンジャーと話し合った結果。確かに。その二階堂さんに祝儀が入ってないと申し出た。決して買いかぶりなどではない。サリンジャーですか？ニクソン、フォードの時の国務長官じゃないか。よキッシンジャーじゃ。サリンジャーはライ麦畑。失礼いたしました。ゴリンジャーはそもそも。あの、神代様とは一体どういうお方なのでしょうか？日本全体を仕切っているドン、またの名を極東の妖怪、人知を超えた存在。し、城の内、はっ、喋りすぎました。よー、城の内、はっ、はっ、しぐん。城の内先生？二階堂、
伊集院天大寺様神大寺様おおうん、二階の先生伊集院先生山本はい神大寺様、技にかからなくて申し訳ございません。待っていたよ。すまない君を試させてもらったよ。かかるふりをしなかったのは君が初めてだ。吉田も田中もみんなかかったふりをした。ひっひっひ。さて、これで文句ありませんな。うん、うん、山本君はい、閉めて山本君、どこが欲しい？西日本か、あ、それとも東村山それとも東日本はい、ですから私はご祝儀が欲しい一心でああ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 予定は入れておりませんが隣の部屋に待たせてある行ってみたまえ日本中の誰もが知っている人間が君を待っている一晩中君の好きにしていい一体誰がいいから行きたまえマツコデラックスじゃないですかマツコデラックスだよどうだ意外にいい匂いがしただといやそれは分かんないですけどいやアイドルか何かがいるのかとヤマモト君はいこれがなんだか分かるかねまたボタンですか。このボタンは2011年7月に使ったボタンだよ2011年7月もしかしてこれはアナログ放送を終わらせたボタンでは一度デジタルにして10年後再びアナログに戻すつもりだよああ山本君これがなんだかわかるかなボタンですかこれは松茸だこれがボタンだ押してみたまえいやしかしこのボタンはいいから押してみたまえはいお呼びになりましたバヤリス4つお上を呼ぶボタンでしたかうわああ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 あ山本君これが何かわかるかねボタンですか押してみたまえはいあよーショットショットまぶしくて寝てられん申し訳ございませんどんぐりくん私でしょうかどんぐりくん私でしょうかどんぐりくん私でしょうかいいから早く行きたまえ、はい、
どんぐりくんにこれを。どんぐりくんがこれから日本を仕切っていく中で、さまざまなボタンと出会うだろう。どんなボタンを押してもいい。だが、ドアが、そのボタンだけは決して押してはならん。はい。日本を頼んだよ。このボタンは一体何のボタンなんだ。いや、私に言ってきまさりだ。シュークリームか。それにモンブラン。へえ。まずかった？え、何言ってるんですか。大好きですよ。ありがとうございます。後で直接女房に渡してください。喜ぶと思いますんで。あ、うん。じゃ、行きましょうか。あ、あのさ、林くん。はい。中身覗かれるとドキドキするからやめてくれない？あ、すいません。僕、静岡出身なんで。え、静岡の人ってそうなの？どうなんですかね。え、あの、行きません。うちすぐそこなんで。あの、女房も楽しみに待ってますんで。うん。そういえば、林くんって新婚だったよね。ええ。どう？楽しい？それはもちろん。でも、今のうちだとは思うんですけどね。いいな、結婚か。あ、うち着きました。ここなんです。おう。ただいま。はーい。あー、おかえり。
ただいま。あ、こちら先輩の杉原さんです。あ、はじめまして。林の家内でございます。いつも主人がお世話になっております。まあ、かわいい。さあ、どうぞ。奥さん。ええ、先輩の中へどうぞ。うん。こんばんは。こんばんは。お邪魔してます。え、あ、こちら先輩の杉原さんです。あ、お待ちしてました。新井です。大橋です。今日はようこそ。 これは何かの集まりなんですか。ほら、言ってなかったの。言ってないんだ。年下なんだから。ごめん。じゃあ私の方から。今日は我々、年上女房の集いなんです。年寄り女房の集い？違うわよ、年上。あ、年上女房。まあ、文字の通り、女房が年上の夫婦の集まりでして。私たちみんな年上なんです。でも気持ちも体も若いわよ。まあ、女房たちに言わせれば、年下亭主の集いなんでしょうが、そこは僕たちを立てて。まあ、先輩も座ってください。林くん。はい。帰ってもいいかな。なんでですか。いや、なんでって。いや、どうぞ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 。ここ、空いてますわよ。ここ杉原さん。杉原さんはすごいできる人で、うちの会社も杉原さんで持ってるようなもんなんです。おー、そりゃすごい。今景気悪いんですってね。今朝の新聞に載ってたけど。そうね、いつになったらこの不景気良くなるのかしら。ね、若い時は気がつかなかったけど、新聞って面白いのね。そう、面白いわよ。これ読んでるとあっという間に昼間になっちゃうわ。そうなのよ。ね、私でもね、チラシの方が好きよ。読んでるとすぐに夕方になっちゃう。広告の報告なんてさ、変わらないよ。具体的にはこの集まりは何をする集まりなんですか。簡単に言うとタイマーパーティーです。まあ、なんだ。ごめんなさい、バス旅行です。あ、間違っちゃった。年上のくせに。恥ずかしい、ファブリーズ市長。まあ、あとは年上女房の素晴らしさを広める活動をしています。そうなんですか。実は先輩が前々から結婚相手を探してるって言ってたので、今日は一人紹介したい年上の女性がいまして。今日はいいかな。いや、でもすごくいい人なんですよ。そうよ。こちらですよね。さすが杉原さん、目ざといな。一目惚れだったりして。いやいやいや、明らかにお一人だったから。はじめまして、私坂下ゆり子と言います。はじめまして、杉原です。
杉原さん、モテるのに彼女がいないんですよ。そう、でも出会いって突然よ。そうそうそう、この人なんかね、電車の中で目と目があってこの人に席を譲ってもらったの。そうだったな。すごい出会いよね。年上はお嫌い？まあ年齢にもよりますけど。じゃあ喜びますわね。何それ、嫌われるわよそれ。年上らしからぬことだってできますわよ。何それ、何何。あ、危ない、やめなさい、やめなさい、やめなさい。あ、聞いた。素晴らしい。どう、好きになっていただけますか。林くん、坂下さんはおいくつなんですか。あら、女性に年を聞くなんて野暮なお方。じゃあ聞くわ、お母様はおいくつ。51ですけど。ちょっと失礼。あ、どちらへ。お手洗いよ。私も、私も。女房たちね、トイレが近いんですよ。魅力的でしょ。え、あーでもね、びっくりしますよ、水道代。あとテレビの音がでかいんですよ。家中手すりだらけです。あーでもね、コップがね少し汚いんですよ。目が悪いからね、あの洗い物がちょっとね。合いますよ。結婚っていうより介護なんじゃないですか。そんなことないですよ。何言ってるんですか。いいもんですよ、年上は。年上女房っていうのはね、とても新井さん、はい、あれとも煙え、なんで。ちょっと、ちょっと出会いは言わねえ。もう大丈夫。ありがとう、おかげで助かったよ。君が年上でよかった。年下の女房だったら僕は今頃。安心して、あなた、私はいつまでも年上よ。生まれ変わっても年上でいてくれよ。ん、踊りましょう。踊るか。なんで。あなた煙出しながら踊るの。あなた恥ずかしいけど、私たちも。ああ、何よあなたたち人前で。私もそうだな。杉原さん、いや僕たちはまだ早いんじゃないでしょうか。早いなんて言ってられないわ、むしろ遅いくらいよ。だって私年上なんですもの。いや、でも。そう？じゃあ我慢するわ。そうしてください。あ、けど、何です？なんだかおばあちゃんの匂いがして安心します。年上の女房は若い女房よりぬくもりがあるの。年上の女房は病気の話でいつまででも話せるの。年上の女房はお風呂の温度が2度高いの。年の開いた夫婦は顔が似てこないの。音楽ないのによく覚えますね。
時同じクラスだったの。あら、同級生のお孫さん。そういうことになりますね。まあ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 、私たち仲が良かったのよ。テニス部でダブルス組んでたの。かなこさんも元気？それが今年の夏に。あら、そう。これでは残すは私のクラスただ一人。もしかして、ひょっとして、もしかしてよ。できた？上がったんじゃないの？お前、もしかして、赤ちゃん？できたらしいの。かなこさんの生まれ変わりよ。絶対そうよ。じゃあね、女の子が生まれたらね、かなこって名前つけましょう。勘弁してくださいよ。遠慮しちゃダメ。かなこさん喜ぶわよ。今日はなんて素敵な夜だしよ。杉原さんというお仲間も増えたことだし。僕そろそろ帰りますんで。あら、いいな、どうして？なんでですか？いや、なんでって。私、お送りするわ。いやいや、結構です。お邪魔しました。お邪魔しなくていいのよ。早く早く早く。あー、面白い。あー、でも私たちいつまでこうしていられるのかしら。変なこと言うなよ、縁起でもない。だってあなたは若いからいいわよ。でも私なんか。そんなこと言うなって。だって考えちゃうんだ。考えなきゃいいんだろ。だって私だって考えちゃうね。え、私も。僕たちはまだ新婚だろ。だって考えちゃうんだもの。ひさえねえ、あなた、私あなたにお願いがあるの。私が急に倒れたら頭を振ってほしいの。頭を？脳一血で倒れたら頭を振るとコロッといけるんですって。私大変な思いをして生きるよりコロッと死にたいのよ。何言ってるんだよ。私この間初めて衣装を書いたわ。え？もう？嘘よ、冗談よ。やめてよ、笑えないわよ。ごめんなさいね。どうしたの？冗談よ。やめろよ、そういう冗談は。振らなかったわね、頭。当たり前だろ、本当に死んだら困るだろ。ちょっと何やんのよ。急に殺意が。もう大橋さんたら。大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫。いやでも本当いつまでもこうしていられたらいいですね。うん、ええ。ごめんなさい。
ユリの花のように可愛かったユリ子もこんなになっちゃいました。お母さん覚えてますか、私の結婚式に着るからって買ってあったお母さんの着物が空き巣に盗まれたことがあったわよね。あれね、私が捨てたの。だって見るたびに辛かったから。お父さん、結婚資金にって貯金していたお金を盗んだのも私です。全部スロットに使いました。他にも言わなきゃならないことがあと2つあるけれど、それもみんな今はいい思い出、胸にしまっておきます。お父さん、お母さん、ごめんなさい。二人が生きているうちに結婚したかった。人生残り少ないけど、私絶対に幸せになります。皆さん、今日はありがとうございました。武蔵野座の公演無事終了させていただきました。これも皆さんのお力添えのおかげと本当に心から感謝しています。これから拙いながらも私たち一丸となってこれからも頑張ってまいります。そして私たちの勉強にもなりますので、どうぞアンケート用紙にご記入くださると幸いです。本日は本当にありがとうございました。お願い申し上げます。本日